今回の動画では ArchiCAD を使って藍染め図を作成する方法をご紹介します。マスターすれば表現の幅が広がる上に、途中でご紹介するレイヤーセットや選択ツールはとても便利なので習得していきましょう。この動画はアーキテックが運営するビーバーメディアの記事を動画化したものです。様々な建築系ソフトのテクニックや建築学生の生活に役立つ知識を紹介しているので、ぜひ覗いてみてくださいね。メディアサイトへのリンクは動画の概要欄から。今回はこちらの住宅のモデリングを使って藍染め図を作成していきます。最終的にはこのように分解された藍染め図を線データとして取り出すことを目標に進めていきます。まずは表示の変更から、 3D 表示がパースになっている場合はこちらの表示から 3D 表示設定、そして平行投影に変更します。続いてもう一度表示の 3D 表示設定から表示スタイルをこちらの OG ホワイトモデルにします。するとこのように画面が白黒表示の藍染め図に変更することができました。続いて建築を部材ごとに分解していきます。表示の 3D 操作補助からこちらのクリック面の垂直目標面を選択します。そしてクリックすることによって建築を真横から見ることができます。この状態で例えば屋上部分の部材をすべて選択し、そして階段やスロープなどの2階とまたがっている部材をもう一度選択することによって、このように3階部分を分離することができました。フロアを分解する際、先ほどのやり方とは違ってこちらの画面上部のハサミマークを利用することによって、このようにモデリングを切断し、そして残った部分のみを選択することによってもフロアごとに選択することができます。また藍染め図を作成する際はあらかじめモデリングデータをこのようにコピーしておき、そしてフロアごとに選択した後にその選択したフロアをレイヤーとして変換すると便利です。例えば先ほど同様3階部分を選択し移動させます。そしてコントロール L からレイヤーを開き、新しくこのように3階というレイヤーを作成します。そしてもう一度3階部分のオブジェクトを選択し、こちらのレイヤーを先ほど作成した3階に変更します。この際今は柱オブジェクトのみレイヤーが3階に変更されたので、壁やスラブなどの他のレイヤーのオブジェクトも3階に変更することが必要です。このように一つのレイヤーに統合することによって、後からこちらの検索と選択を利用して検索条件をレイヤー、そしてこちらのレイヤーを3階とすることによって、このように3階部分のオブジェクトが一括して選択することができました。そして1階2階に対しても同様に分解していくことによって、最終的にはこちらにあるような分解藍染め図を作成することができます。今回はフロアごとの分解藍染めを作成しましたが、例えば構造や動線などの機能分解図も作成することができます。構造部分ならば柱と梁レイヤーに所属するオブジェクトを選択すればいいので、このようにレイヤーセットとして柱そして梁のみが見える状態になっているレイヤーセットを作成します。そして先ほどの検索と選択でレイヤーの時と同様にレイヤーセットから選択を選び、そしてこちらのレイヤーセットの部分に柱というのを選択することによって、このように構造部分だけを選択することができます。このようにレイヤーセットを作成することで後から移動などを容易に行うことができます。例えばこちらの壁および床というレイヤーセットにおいては、このように柱や動線部分が抜けた壁と床のみのレイヤーが選択されています。そして最後にこちらの藍染めデータを線データに出力していきます。画角を決定し、そしてこちらのドキュメントから新規 3D ドキュメントを作成します。するとこのような線データが出力されました。そしてこちらの画面を名前をつけて保存から、ファイルの種類を PLN ではなく DWG として保存することによって線データとして保存できます。途中でもご紹介しましたが、レイヤーセットと検索と選択は配置の微調整などをするときにとても便利なので使いこなせるといいでしょう。今回の動画の内容がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また今回の内容についてはメディアサイトの方でも記事がアップされているので、概要欄のリンクから合わせてご覧ください。それでは。